ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。酒の山屋さんのまとめ買いコーナーが良い感じだよ。そこまで種類は多くないけど、おすすめできるよ。どんなお酒があるの？じゃ、一緒に見ていこうか。あ、魔理沙が2倍？霊夢も2倍なんだぜ。ブランデーにジンにリキュールがあるね。価格はだいたい1200円までのものだね。ウイスキーが登場したね。油見長男が探していた、新しいリッチブレンドがあるよ。出た、ホワイト真っ赤い。これ、油見長男が大好きなやつなんだぜ。最近見かけ出したジョンバーもあるよ。私、まだ飲んだことないんだぜ。私もだよ、味が気になるね。ここはあまり知らない銘柄が多いね。私はティーチャーズセレクトしか知らないんだぜ。サイゲダンにはラムも登場したよ。この棚も私はわからないんだぜ。あ、油見長男が手を伸ばした。前から気になるって言ってたもんね。カゴに入りました。あ、ジョンバーにも手が伸びたんだぜ。買うの？買うの？買っちゃうの？初めての購入おめでとうです。マリサ、まとめ買いコーナーどうだった？悪くないんだぜ。ただ、もうちょっと種類が多かったらな。それは言えるね。でもね、ボトルによっては、あのドンキさんより安く買えるものもあるから、どちらで買うか選べばいいんだよ。なるほどなんだぜ。確かにカティサークなんかは、ドンキで800円で売ってたりするもんね。そうだね。でも逆に、ハイニッカやリッチブレンドやジョンバーは、こっちの方がお買い得になってるんだよ。価格リサーチは大事なんだぜ。賢く買い物しようね、マリサ。それでは今回はこの辺で。ご視聴ありがとうございました。